皆さん、おはようございます。t d a r w e k u t です。GPS アートの話をしたいと思います。ゴミ拾いのイベントを行う、あの、GPS の起動で、エコが完成したそうでございます。そのアートもいいですね。はい。GPS アート、私もやってみたいですね。はい。アルファベット、ひらがな、いろいろなもの、歴史の人物やの工夫次第で、様々な操作が可能でございます。こういうランニングも楽しめるそうでございます。こういう朝のランニングもいいもんです。こういうアプリ、ランニング用のアプリ。アディダス、 ランニングなどいろいろですね。はい。鉛筆で書きたいものを下書きして、なれないうちは土地勘のある、あの、自宅の近くがおすすめでございます。これ、難しいね。はい。まあ、プロギングですね。はい。拾うという意味を、スウェーデンごとジョギングを合わせて造語を作ったそうでございます。こういうイベントにも参加するのもいいですね。はい。皆さんはどうですかはい。というわけで、GPS アートのお話でした。バイバーイ。